さんこんにちは。今回は前回挙げたタッチペン補修の続きになります。日にちを空けて3回ほど塗り重ねて、そろそろ塗料も固まっているということで、今回はペーパーをかけて仕上げたいと思います。補修箇所はこんな感じです。それでは320番のペーパーからかけていきたいと思います。まずは養生をしたまま上からかけていきます。塗料を結構持ったので320番でも大丈夫だと思ったのが失敗でした。久しぶりのペーパー掛けということもあって少し力が入りすぎたようで、こんな感じで擦っていたらあっという間に塗料が剥げてしまいました。完全に塗り直しですね。次の塗装のために600番で下地を滑らかにしておきます。塗装の作業は諦めが肝心ですね。なんとかするには塗り直ししか方法がありませんから、失敗したら中途半端な処理はしない方がいいですよね。これで出来上がりです。次はこちら。ここは結構目立つ場所なので失敗しまいように600番で気長に磨いていきます。塗装面が見やすいように養生テープの色を変えました。最初からこうして丁寧に作業をすれば先ほどのような失敗もしませんよね。不精なおじさんには DIY は向いていないかもしれませんね。やはり600番で磨いた方が安全なようです。まだこんなに段差があります。できるだけペーパーがボディを擦らないように軽く磨いていきました。いかがでしょうか。カメラで見ると結構目立ちますが、至近距離で見なければ肉眼ではほぼ気づかない程度なんで、このくらいにしておきます。これ以上こすってまた下地が出てきたらやり直しですからね。どうでしょうか。この出来栄え完璧とは言いませんが、自分なりにはこのくらいで満足です。次はこちらです。こちらは小さな線傷なので養生を外して磨いていきます。いい感じで傷が埋まっていますね。この傷は小さいので優しく磨いていきます。では600番で力を入れすぎて剥がれないように慎重に軽く磨きます。おじさんはさっきの失敗にビビっているので何回も確認して磨いています。これ以上は
1000番のペーパーを使った方が良さそうですね。ここはこのくらいにしておきます。次はこちら。ここはコーナーの部分なので、磨きすぎるとすぐに下地まで削れてしまいますから、より優しく磨かないといけません。といった鼻からもう下地が出てきました。そんなに強く磨いてないはずなので、気泡ができてて塗料がうまく乗ってなかったかもしれません。左側にもまだ小傷があるので、ここもやり直しします。あとはさっき失敗した箇所にタッチペンしておきます。完成にはまだまだ日にちがかかりそうなので、次回のタッチペン補修動画は補修後の状態を動画にしますね。この度はあまり参考にならない動画を見ていただきありがとうございました。これに懲りずに今後ともよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、またね。